70年代にブームになった高齢術のこっくりさん、あなたは霊を呼んだことがありますか？世界ミステリーチャンネルへようこそ。今回ちょっとね、鼻の調子悪くて鼻声なんですが、そこはご了承くださいませ。というわけで今回はこっくりさんの真実と題してお話をお送りしていこうと思います。おそらくこのチャンネルをご覧の皆さんならこっくりさんを知らない人はいないかと思います。まあ私も小学生の頃なんですが、クラスの女子がやってるのを見たことがありまして、まあそんなに気持ちのいいものではありませんでしたね。こっくりさんの他にもキューピッドさん、エンジェルさん、海外ではウィジャボードなんていうものもありますが、こうした高齢術の一種は実に様々です。というわけで今回はこっくりさんはなぜ起こるのかということを科学的に紐解いていった歴史を紹介していこうと思います。その意外な結果をお楽しみください。それではどうぞ。1970年代に角田二郎さんの漫画後ろの百太郎の中で紹介されて爆発的なブームとなったこっくりさん。これは50音の書いてある文字盤の上に10円玉を置いて、その上に指を置き、こっくりさんこっくりさんと呼びかけると10円玉が動いて文字を指し示すといったものですね。これは一種の高齢術のような遊びで、漢字で書くとこっくりさん、子供たちの間で学校の片隅などでひっそりと行われていました。文字盤には鳥居のような模様も描かれていて、大体行われるのは放課後の人気のない教室。こうした非現実的なシチュエーションで行えば、嫌顔でも気持ちは高ぶりますよね。さらに10円玉が動けば、その興奮は何事にも変えられないものだったと思います。70年代にもブームになったと言いましたが、実はその前にも流行があって、それは明治時代のことでした。まあ日本にも恐山のイタコや沖縄のユタのように高齢術がありますが、こっくりさんはもともと海外から入ってきたものです。海外ではテーブルターニングと呼ばれ、はっきりとした起源は分かっていないんですが、レオナルド・ダ・ヴィンチがすでにテーブルターニングに似た現象について触れていたため、遅くとも15世紀にはすでに存在していたと言われてるんですね。それが明治時代になり、下田沖に漂着したアメリカ船の船員がアメリカでも流行っていたテーブルターニングを日本人に見せ、そこから日本でも流行るようになったと言われているんです。こうしたことは井上遠慮という人物によって研究されました。彼は哲学者でもあり、妖怪研究でも有名な人物です。さらに教育者でもあったんですが、東洋大学の前身で1887年に設立した私立哲学館において心理学や哲学、社会学などを開講していたんですね。その中に応用心理学の一環として妖怪学があり、ちょうどその頃日本に入ってきたのがテーブルターニングだったんです。こうして遠慮は実験を繰り返し、こっくりさんを科学的に研究して高齢現象が成立する条件を発見しました。その原因というのが場所や時間、道具でもなく、実は感受性の強く信じやすいという性格の人そのものにあったんですね。このこっくりさんを科学的に説明すると、予期意向と不覚勤労という2つの事象によって起こると言います。予期意向というのは自分の予備知識や経験に基づいたこうなってほしいという気持ちのこと。例えばケーキの味はと質問したら、通常甘いって考えてしまいますよね。そして不覚勤労というのは、本人が意識しないうちにかすかに筋肉が動くことを言います。それではこれをこっくりさんに当てはめてみましょう。まずこっくりさんに興じる子供というのは、前提として10円玉が勝手に動き質問に答えてくれるだろうと考えていますよね。これが予期意向。そしてこの気持ちや欲求が強ければ強いほど、自分の筋肉が自分でも気づかないほどわずかに動き、それが指先に伝わって10円玉が勝手に動くという結果になるというわけです。こちらが不覚勤労。10円玉に指を置くという、ずっと同じ体勢を取り続けるために筋肉が疲労して勝手に動き、その力が集中してコインが動くんですね。
遠慮はこっくりさんが起きる原因というものをこのように結論付けたんです。井上遠慮によるこっくりさんの謎解きを紹介したわけですが、実は海外でも同じようにこの現象を究明した人物がいました。それがイギリスの科学者、物理学者のマイケル・ファラデーです。ファラデーは電磁気学及び電気科学の分野での貢献で知られている人物ですね。これ少し意外に思うかもしれませんが、ファラデーはテーブルターニングに関する論文を出すほど、この現象の解明に真剣に取り組んでおり、高齢現象が無意識の筋肉運動によるものだと仮説を立てて、実験と観察を繰り返したんです。この実験の結果、高齢術の参加者がテーブルに力が加わったことを目で見てわかるような状態にすると、高齢現象が起こらないことを証明したんですね。また、テーブル板にローラーを挟んで板を置き、少しの力をかけただけで動くような装置を作り、それを複数の人間に押せるようにすると、高齢術のプロセスがなくてもテーブルが動くことを証明したんです。このような実験が行われ、高齢術が科学的に証明されたわけですが、心理学の観点からも見ていきましょう。ある観念が頭の中にあると、行動や感情が影響を受けることをプライミング効果と呼びます。プライミング効果の例を挙げれば、例えば犬を飼っている人が動物という文字を見れば、動物といえばいろいろ想像できるのに、とっさに犬を連想してしまうといったものです。プライミング効果の中でもテーブルターニングは、ある観念を初めから持っていることで無意識に運動が起きる、イデオモーター効果によるものと言われたんですね。テーブルターニングを行う人は、例によって自然と手が動くという先入観を持っています。そのせいで本人も気づかない、不随意の筋肉運動が起きてしまうというわけなんですね。井上遠慮やファラデーが行き着いたこっくりさんの正体は、人間の無意識化の行動というものです。これは心霊現象やダウジングなどの不思議な現象の原因とも言われているんですね。しかし、このように科学的に証明されたものだとしても、注意は十分に必要です。こっくりさんの場合、これを行う多くの場合は10代の思春期の子供で、感受性も強くなっていますよね。こうした子たちが危険な遊びの域を超えて集団ヒステリーを起こしてしまうということもあるんです。実際に過去には神奈川県で中学校のクラブ活動中、女生徒数人がこっくりさんを行い、しばらくするとそれを見ていた一人がパニックになってしまいました。そして背中が重い、何かが乗っている、霊が呼んでいると反響欄になって物質を飛び出してしまったんですね。なんとか落ち着かせて連れ戻すと、今度は別の生徒が霊が地獄に来いと呼んでいると言って怯え、また別の生徒も意識を失ってしまうといった事件も起こりました。さらに2013年にも兵庫県の高校で女子生徒が体調不良になり、それを見た20人以上が過呼吸になって、そのうち18人が病院に搬送されるということも起こっています。こうしたこともあって危険な遊びとして禁止された学校などがたくさんあったわけですが、今もそのタブーさからひっそりと残っているんでしょうね。しかし、こっくりさんを行うと悪いことが起こると考えていれば、それが心理的に悪く働いてしまうということがあります。もし行うのであれば十分に注意しましょうね。いかがでしたでしょうか。こっくりさんの真実と題してお話をお送りいたしました。今回こっくりさんを科学的に解説したんですが、暗示や筋肉の動きが原因といっても、高齢術は高齢術です。真偽はともかく、個人的な意見を言わせてもらえば、安易にやらないのが一番なのかなと思います。こっくりさんはこっくりさんと書くように、狐やタヌキの動物霊とか言われているんですが、低級霊が正体だとも言いますよね。狐を霊に挙げれば、稲荷イコール神の眷属なんで、狐の霊ではなくて、こっくりさんは人間の霊が獣化したものと考えられます。まあ、こうしたものをわざわざご招待するのは危険でしかないということですね。今回科学的にもオカルト的にも見てきましたが、できるなら手を出さない、やるなら十分に注意をするということを心がけてください。というわけで、今回の動画面白いと思いましたら、ぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録、通知登録もしていただけると嬉しいです。それでは今回はこの辺で。
最後までご視聴いただきありがとうございました。